ロバート・マーンズ・ヤーキーズは、アメリカ合衆国の心理学者、動物行動学者、ペンシルベニア州生まれ、アーサイナス大学卒業後、ハーバード大学に進み、ミュンスターバーグに学ぶ。1902年に学位を取得し、1917年、ミネソタ大学教授。1924年から1944年まで、イエール大学教授を務める。 無脊椎動物から人を含む、脊椎動物に至る広範な動物種を対象に、知能、学習、知覚など幅広い分野の研究を行って、比較心理学の基礎を築いた。中でも霊長類の行動研究の意義に早くから着目し、1929年、フロリダ州オレンジュパークに、イエール霊長類研究所を設立した。この施設は後に、 ジョージア州アトランタのエモリー大学に移転し、ヤーキーズ霊長類研究所と解明されて、現在に至っている。またルイジンザルの生態調査を企画し、1931年にチンパンジーの調査のために、ヘンリー・ニッセンを、翌1932年にはマウンテンゴリラの調査のために、ハロルド・ビンガムをアフリカに派遣している。学習課題の困難さと動機づけ水準に関する。 ヤーキーズドットソンの法則を提唱。また、アメリカ心理学会会長の職にあった第一次世界大戦中には、集団式知能検査の開発を主導し、陸軍、アルファ、ベータの名で知られる新兵向けの大規模な知能、検査プログラムを立案、実施したことでも有名である。霊長類とのコミュニケーションのために開発された人工言語は、ヤーキーズにちなんで、 ヤーキッシュと名付けられた。ありがとうございます。